はい、皆さんこんにちは、渡辺美智です。今回はコンバチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンポス続きをプレイしていきたいと思います。ちょっと子育てに苦戦してまして間隔が空いてしまったんですが、ここからね巻き返ししていきたいと思います。アムロ編ということで、まずここにアストナージがいますね。ブライトさんなら何か知ってるかもしれませんと出てますので、ブライトに会いに行きましょう。はい、ブライトのところにやってきました。ブライトですね。アナハイムの新型モビルスーツ、噂は聞いたことはあるが、確かグラナダの工場で作られているという話だ。まさかそれを手に入れるつもりなのか。そのつもりですけど、これはですね、アムロはじめヒーロー側各々レベルアップしましょう、まあ、そういう話があって、アムロはガンダムから新しいモビルスーツを手に入れようっていうのがね、前回あったと思います。ブライトですが、無理だと思うぞ。アナハイムで作られる新型モビルスーツは大抵アクシスかジオンに輸出されている。エウゴには回ってこない。たとえ回ってきても大抵目の玉が飛び出るほど高い値段で手が出ないことがほとんどだ。ゼウスからの予算はどれくらいなんだ。ハロ、9000に聞いてみます。じゃあ次はハロのところに行く必要があるみたいですね。ハロのところにこのまま行きましょう。まあ、金はあんまり持ってませんからね。あ、エマさんがいる。エマさんに話そう。情報の整理とかデータのチェックとか結構仕事がいっぱいあるのよね。まあ、前線で戦うよりかはいいですよね。ハロ9000ですが、ニューガンダムですね。ニューガンダムか。ということは13番目のガンダムだな。性能はどうなんだ。最高フレームの採用により、反応速度は飛躍的に高まっています。また、フィンファンネルを標準装備している。うん。で、一体いくら予算がついているのか。予算の制限はありません。早速手配します。すごいな。これはすごいですね。じゃあ、グラナダに行って早速ニューガンダムを受領しに行きましょう。まあ、予算が青天井っていうのがね。まあ、夢のような話ですけど。では、グラナダに到着しました。ニューガンダム受領しに向かいましょう。グラナダの主銀のところに来ました。アムロさんですね。お待ちしていました。ニューガンダムは工場に置いてあります。このカードを持って工場の方へいらしてください。では、ニューガンダム受領のために、今度は工場に向かいたいと思います。ガードマンをカードを見せて押しのけて工場に入ります。ガンダムだと火力不足になっていたので、ニューガンダムになると飛躍的にパワーがアップしてればいいですね。工場は2階です。で、工場長のところに来ました。ニューガンダムですか。それならさっきお渡ししたはずですが、お受け取りになっていない。いや、受け取っていない。誰かに取られたんだな。ゼウスの方だって言ってました。名前は何だったかな。35ぐらいのヒゲ面の男の人。あ、そういえばちょっとジオンなまりがあった。いや、これ絶対ジオン軍の人間だろう。とにかく手続きはきちんとしていましたからね。我々に落ち度はありません。わかりました。こちらで犯人を突き止めますということで、ニューガンダム、誰か奪われましたね。ニューガンダムを受け取りに来た人、いましたよ。どっかで見たことがある人、誰だったかな。思い出した。黒い三連星の一人、元ジオンのトップエース。三連星か。確かに前回、前々回かな。三連星と戦った時、三連星取り逃しましたからね。ではちょっと3連星を探しに行きましょう。珍しいもんを見たぜ。ドムだよドム。これ絶対3連星だな。もうとっくに正常中止になっている。アンティークなモビルスーツが3機も動いていた。あれって結構プレミアがつくんじゃねえかな。そのドムはどっちに向かっていた。東の方、ラサカダブリンの方に向かった。これ追跡していきます。さあ、ラサにやってきたんですけども、ルートの処理が終わった途端、逃げるみたいにダブリンに行っちゃった人がいるということなので、これダブリンに逃げ込みましたね、3連星。このまま、ダブリンへと入っていきます。ダブリンに着いたら3連星を散策、追跡、ニューガンダムを取り返すという流れをね、ちょっとやっていきたいと思いますので、まずは、このダブリン散策していきます。あ、お兄ちゃんお兄ちゃん、ガンダムのアムロさんでしょ。まあ、さすがにアムロ、有名人ですね。
ガンダムを見せて。ねえ、ガンダム。まあ、見せてあげましょうか。たくさん寄ってきたな。早く見せてよガンダム。こんな街中でガンダム見せることできるのかどうかということですけどね。コールガンダムということでガンダムに転送されたという感じですね。そういや海岸でかっこいいモビルスーツ見たぜ。僕たちの秘密の基地を横取りしたあいつらが持ってたやつだろ。これだな。海岸に敵がいると見て良さそうですね。これでニューガンダムに乗り換えればアンドもだいぶ使い勝手が良くなると思うんで、3連星がまあ、こもっているであろう子供たちの元秘密基地に向かいましょう。ではついていきまーす。まあ、ダンジョンになってると思うんで敵を蹴散らしつつですかね。あ、案内してくれるんだな。だったら敵との遭遇はないかもしれないな。このままこの男の子についていきましょう。ん？入り口があった。ここから先はダンジョンだな。さあ、ではダンジョンに入っていきます。宝箱を取りつつというのは変わらずですね。ただこちらはアムロ1機なので、まあ、そのあたりは注意が必要かなとは思います。あと回復アイテムとかをちゃんと持ってくればよかったかなっていうのがあるかな。どれくらい回転、アイテム持ってるかっていうのは確認しておきましょう。ダンジョンらしいダンジョンではなかったですね。大した敵はいなかったですが、洞窟を抜けてもなお敵はいますね。まあ、ガンダム1機なので、敵が複数出てくると、まあ、体力、ヒートポイント的なものは削られてしまうので、ちょくちょく回復しながら進んでるんですけど、回復アイテムにちょっと不安が、出てきました。三連星がいた。いるな。ニューガンダムを手に入れたらすぐに破壊しろって言われてたろう。構うものか、あれだけのモビルスーツだ。叩き打ってもかなりの儲けになる。なるほど。こいつらは、ニューガンダムを売って、金に変えようとしてたわけですね。こいつはな、ドライ戦か。ドムのバージョンアップ版か。まあ、ドライ戦は一応ドム系の最終形ですよね。さらに画像。画像部はダブルゼッターとかに出てきてた機体かな。では、この3連星から、ニューガンダムを取り返すということだと思うんですけど、このままアムロだけで戦うとちょっとしんどそうだな。いや、このままアムロだけで戦わなかった。先制攻撃だな。必殺技。どうしようかな。ローリングショットをまずかまして。どれだけ消せるか。倒しきれなかった。124か。もう一撃食らわせることはできそうかな。ただローリングショットがもう打てないんじゃないかな。打てないね。そしたらバルカンだな。バルカンも全体攻撃になってるはずなんで。
で、次のターンで回復、攻撃、回復。これの繰り返しかな。まあ、万々が一、敵の必殺がクリティカルになったりすると、大損害を受けるので。一回攻撃、一回回復。これも繰り返しいいかな。3対1の時は結構きつかったですけど、一機また一機と破壊していって、1対1に持ち込めば、こちらのね、攻撃効率は上がってきますね。回復を入れるタイミングが少なくて済むので、まあ、ノーマル攻撃しか出ないぐらい、テクニカルポイントは失ってますが、溜まってきたところで、テクニカルポイントを使って仕留めましょう。これで3連戦を撃破でーす。オルテガ、マッシュ。たった一機のモビルスーツに、これ原作というかね、アニメの中でも、アムロが3連戦を倒しましたからね。ニューガンダムは持っていけ。これでアムロはガンダムからニューガンダムに乗り換えですね。はい。ニューガンダムへの転送システムゲットです。3連生がいるな。確かに返してもらった。さあそこに出頭してるんだ。もうすぐ警察が来ると。一つだけ忠告しとく。俺たちを雇ったのはシロッコってやつだ。あいつは少年執念深いからな。気をつけろっていうことですね。シロッコ、ハプテマスシロッコのことか、うん、これシロッコが黒幕だったってことなのかな。シロッコだけがテロリストと通じてるのか。まさかキタンズ自体がテロリストで余計な詮索はそこまでにしてもらおうか。アムロ君、誰だ。マクベが出てきましたね。今度はお前もテロリストの仲間か。おや、私を知らない。では自己紹介。私の名はマクベ、元ジオン軍司令、現在ネオアクシズの軍事顧問を務めている。会ったばかりで残念だが、君にはここで死んでもらうことにしよう。何、ここで早速ニューガンダムの力を試す機会がやってきましたね。必殺技見たいな。バルカンしか持ってないか。まあ、バルカンちょっと使ってみましょうか。早速ですけど。敵はズサ3機ですね。まあ、ここも敵の攻撃力高いですけど、ファンネルがあるな。ちょっとファンネルもせっかくなんで使いましょうか。ただ敵の攻撃もそれなりにきついんで、回復も入れていかないといけないな。ファンネル、まあまあかな。一度回復念のためします。そっか、リラメムカプセル2だともう、ニューガンダムのヒットポイントが2700まで膨れ上がっていて、それに伴って敵も強くなってるんで、ちょっと心もとない感じにはなってきましたね。ただ、ニューガンダム強い。これで撃破完了です。なかなかやるな。だが、それもいつまで持つかは第二陣やれ。いや、これは厳しいな。連続で戦うといずれ、リライブカプセルがなくなってしまいそうかなというところで、ここで謎の男登場ですね。なんだ貴様、何者だ。そうなりますよね。人の名前を尋ねるときは、まず自分から名乗るのが礼儀。まあ、これ、マクベだってさっき名乗ってましたよね。マサキ・アンド、またの名をランドール・ザン・ゼノサキス・テンダ。これで2対3で戦えるのかな。2対3だったら、まあまあ戦えそうですね。ファーストネームは、ま。確かに。ファーストネームは、まっていうのはちょっと微妙ですけどね。マクベですからね。では、これでもう一度戦闘ですね。ああ、そうか。
これ自分で操作が一応できるキャラ扱いになってますね。なんで必殺技をぶちかまして撃破は強い。サイバスターヒットポイントが4000超えっていう時点で相当強いですよね。なんというパワーだ。化け物か。まあ、確かに今の強さを見たら化け物だと言われても不思議ではない。マクベは逃げていきましたね。あれ引き止めねえのか。え、まあ俺みたいに正体不明のハンサムに出会ったら普通いろいろと聞きたくなるだろう。ここはこのヒーロー戦記コンパチヒーローシリーズっぽい展開になってきてますが、でサイバースターを召喚しましたが普通のロボットとはわけが違う。指定王国ラングラン、そのラングランの魔術の水を結集して作られた魔装騎士。ちょっとね、ガンダム系は、それなりに分かってるつもりなんですけど、ウルトラマンは、まあ少々、仮面ライダーは、ほんのちょこっと、ぐらいしかね、ちょっとこのヒーローもの分かってないので、分かる方いればね、いろいろコメントとかで、ご指南いただければ嬉しいなと思うんですけども、サイバスターですね。で、このマサキなんですが、ソロモンまで行きたいと言ってますね。全然場所が違う。ソロモンはもっと南だということですね。南と言っているのに早速北に行こうとしているので、ダカールまでついていくよということですね。じゃあ、これダカールに向かう感じですかね。ダカールに向かっていきましょう。はい。では、ダカールまでやってきました。ここまでの約束だったよな。サンキュー。じゃ、元気でな、ということですね。僕も本部に戻るかな。みんな帰ってきてるかな、ということで。自動で、どうだろう、本部に戻る感じかな。いや、段に切り替わりましたね。では、こっからは多分段のパートになると思いますので、一旦、切りがいいのでここまでにさせていただいて、次回ですね。ダンのパートをプレイしていきたいと思います。